ザッピーです。今日は本格的なミニトピックですね。ちっちゃいネタでございます。内容もですね、何ら確信がない、確証がない話を自分の想像と妄想で展開するといういつものパターンでございまして、よろしければお付き合いいただければと思います。見ても得にはならないですね。はい。何かというとですね、レッド・イット・ビーの映画の撮影の中でジョン・レノンがフリートウッド・マックのことをベタ褒めしてたっていうんですね。それを振り返ってみたいと思います。こちらです。ですね、ジョン・レノンがフリートウッド・マックを話してたっていうことなんですけどね。ジョンはレッド・イット・ビーの撮影の中で前夜に見たフリートウッド・マックのテレビショーのことをメンバーに語ったということですね。で、あいつらはかなりいいぞと、リードシンガーがすごい、かっこいいしな、歌もうまい、シャウト型じゃないけどな、ということで、まあこういうテレビショーがあったらしいんですけれども、それを語ってるわけなんですね。まだ当然ですけど、スティービー・ニックスとかは入ってない時なので、まあ一般的なね、フリートウッド・マックが世の中に知られている形になる遥か前ですよね。で、このですね、ライブの模様が1曲だけですね、YouTube に上がってるんですよ。下の方にリンクは貼っておきます。で、それを見ると、確かにね、ジョン・レノンが好きそうだなってはよく思うんですね、これは。この頃ジョン・レノンはエリック・クラプトンにこう熱を上げてましたよね。で、このレッド・イット・ビーの撮影の前には、ローリング・ストーンズと、ダーティー・マックっていうバンドをね、それこそロックンロールサーカスの中で一緒にクラプトンたちとやってたわけなので、そういう肌感覚もあって、ああいった、エキサイティングなギターのねバンドっていうのにはとても熱を上げていた頃だと思うんですね。だから余計にこのテレビ、というかビデオで見れるようなフリートウッド・マックのスタイルっていうのにジョン・レノンはこう感化されたんじゃないですかね。おそらく自分でもやりたいっていう気持ちになったんじゃないでしょうかね。まあ、ビートルズとは結構違いますよね、スタイルがね。で、この曲自体はですね、オー・ウェルっていう曲ですよね。で、まあそういうタイトルを思い出すとなんとなくピンとくると思うんですけれども、ジョン・レノンがね、ジョンの魂の中でウェル・ウェル・ウェルっていう曲を作るわけですけれども、なんとなくね、その言葉をこの辺りから引っ張ってんのかなとか少しだけ思いました。これは少しだけね、何の確証もないんですけれど、ただ結構ね、ジョン・レノンこれにもしかすると影響を受けてんじゃないかなと思った曲があるんですよ。まあこれは自分がですよ。世の中でそんなこと全く言われてないんですけれども、この曲聞いてみてですね、皆さんもピンとこないかな、どうだろうな。僕最初聞いた時に、あれ？これってイマジンに入っているハウのパターンじゃねえかっていうふうに少しだけ思ったんですね。ずっとボーカルが単独で歌っていて、そして追っかけるように伴奏がこう繋いでいって、またボーカルのパターンに戻るという形ですよね。まあこっちのフリートウッド・マックの方はとてもね、エネルギッシュでエキサイティングな形でやってるんですけれども、まあジョン・レノンのハウの方は形は違えど中身はコンセプトは作り方は同じかなというふうな気はしたんですよね。まあ、もしかするとジョン・レノンはフリートウッド・マックに一時割と影響を受けてたのかなと思ってしまいました。全くの想像ですけどね。まあ、一つだけ確証があるのは、ジョン・レノン自身も言ってますけれども、フリートウッド・マックの曲に影響を受けて、アビーロードの、サンキングはできたわけですよね。だから、まあ、嫌いだったら当然そんなことはしないだろうし、まあ僕はね、余計にこう勘ぐってしまうんでしょうけれども、言うそれだけのことでございます。まあ以上なんですけれども、ただですね、最後にちょっと思うのは、やっぱりジョン・レノンはこういったブルースとかロックンロールに根ざしたバンドは好きですよね。まあそんなこともあって、この頃ジョン・レノンが作っていた Don't Let Me Down とかですね、I Want You とかですね、まあ Dig a Pony とかですね、まあ往々にして、やっぱりブルースの色が濃いですよね。そういう時期だったんだろうなっていうふうにも想像いたしました。はい、失礼します。